皆さんこんにちは。今日は神栖市の神栖中央公園に来ています。今回は実がたくさんなってきてるんで、実に着目して、木を見ていきたいと思います。これは餅の木で、たくさん実がついてるんですが、よーく見てみると葉っぱの根元から絵が5、6個出て、その先に実がついてるっていう、そんな感じになってます。途中でちょっと黒金餅を見てきたんですけど、黒金餅の場合は葉っぱの根元から絵が1本出て、その先にさらに絵が何個かついてて実がついてるって感じなんで、そういうよく見るとやっぱ違いがあるなって感じです。同じ餅の木科のそよごがあるんで、ちょっと見てみますと、こちらは葉っぱの根元から一個だけ絵が出て、その先に実がついてる。しかもその絵がすごく長いんで、ちょっと垂れ下がる感じですね。こんな感じで実がついてるんで、これもまただいぶ実のつき方が違います。木穀があるんで見てみますと、こちら、これ実がついてる場所が葉っぱの根元じゃなくて、葉っぱが枝先にこうまとまってつく感じで、枝が車輪状に枝分かれした先に実がぶら下がってる感じですね。改めて見ると餅の木と違って上側にはつかないで、こう完全にぶら下がってる感じになってますね。枝分かれして実があって、で枝先に葉っぱっていう、こんな感じになってるんで、全然餅の木と違うんですね。これは山帽子です。実がこんな感じの実が、上側に突き出て、できてます。同じ水木科の花水木と花とか葉っぱはすごく似てるんですけど、実は全然違いますね。これはユズリハですね。葉っぱがあって、その下に実があって、で実は少し垂れ下がるような感じで、その下にまた古い葉っぱがあるっていう、こんな感じになってます。この木は先ほどのユズリハと同じ感じなんですけど、実が上を向いて立ってる感じなんですよね。葉っぱもかなり小さいし、これはおそらくヒメユズリハだと思います。葉っぱを透かすとちょっと葉脈が網目状に入ってる感じ。こちらのサルスベリは、ほぼ花が終わって、実がたくさんできてます。これ実が葉っぱの先、枝の先端に実ができるんで、葉っぱがあってその先に実があるという感じなんで、実の重みで全体的に枝が垂れ下がってる感じです。南京ハゼは、実がたくさんなってるけど、まだ割れてこないですね。たくさんここは南京ハザがあって、実もたくさんなってるんですけど、まだどの木を見ても割れてくる雰囲気がないです。この木は明けにれですけど、今たくさん、こういう、多分これが秋にれの花だと思うんですけど、花らしきものが今たくさん咲いてます。ちょうど今全体的に、花が咲いてるというような状況ですね。これから多分実ができてくるんだと思います。これはタブノキですけど、実は探したけどついてないですね。他のタブノキも探したけど実がついてませんでした。前はついてたんで、もうちょっと時期的に終わっちゃったみたいです。別の公園でクスノキには実がついてたから、クスノキに比べてちょっと早いんだなっていう感じです。
これはオリーブですけど、まあ、こんな感じで、ちょっと枝の中ほどというか奥の方、奥まったところに、まあ、実がなってますね。かなり垂れ下がる感じで、まあ、なんか十分食べられそうな美味しそうな実がなってます。